お金持ちになる人の発想系のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。お金持ちになるにはそれなりの理由があります。そこで今回はお金持ちになる人の発想を分かりやすく解説します。画家のピカソの遺産というのは総額でなんと7500億円と言われています。なぜこれだけ巨万の富を築けたのでしょうか。もちろん、数多くの、ね、作品を残したからという理由もあります。実はピカソは、ね、現金を使わず小切手で支払いしたわけです。そして小切手というのは当然、ね、本人のサインがありますので、ピカソのサインが小切手にはしてあったと。ピカソの小切手を受け取った人はどう思うでしょうか。まあ、受け取った人のほとんどは小切手を現金に変えず、まあ、記念のために、ね、大切に取っておくと、まあ、額に、ね、入れて飾っておく人もいたでしょう。そして将来高値がつくかもしれないということで保管してたと。つまり小切手は現金に換金されてない。ピカソは実質無料で買い物をしていたということになります。これがピカソがこれだけのね、7500億円というね、遺産を残せた、まあ、要因の一つです。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL が記載されていますので、メルマガ社長の大学の登録もよろしくお願いいたします。